もう3億年ほど眠ってれば。あなたたち不愉快。ちょっと待ってろ、珍海賊とやらをぶっ飛ばすからな。何よ、めっちゃ悪いわけ。すごいなお前、今の何。私じゃ不満なわけ。まあ弟子にするとか約束しちゃったしな。黙れ、お前に私の何がわかる。もういいって言ってるでしょ。もし強そうなやつがいたらちゃんと教えなさいよ。俺は武術を体験するためにここに来たんだ。あれは S 級のジェナス。私たちに対して失礼だとか思わない。呼ばれても普通来るかしら。どういう神経してんの。落ちてんじゃん。でも手合わせって言ってもガチじゃないんだろ。いらないわよ、こっちは急に呼び戻されて2時間も待たされてる。すごいなお前、今の何。これが本当の蚊取り線香なんつってな。線香と線香をかく。もう3億年ほど眠ってれば。その面白そうな話。ロックがあるのよ。邪魔だからどっか行ってて。俺がやりたくてやってんだ。俺もヒーローだぜ。のいらないわよ、こっちは急に呼び戻されて2時間も待た。知るか、俺は新人だ。知るか。私はあんたより年上よ。お前しつこいから、たまにはマジで相手してやる。聞こえなかったの。もういいって言ってるでしょ。オーダー、お返しするわ。ちょっと誰よ、邪魔だからどっか行ってて。じゃあそうするわ。バナナここに置いていいか。クソゲー、クソゲーだぜ。いやもういい、食べる。覚えてないわよ。手下たちはどこ。いや違う、一身上の都合によりお前らをぶっ潰すわ。いつまでやってるのよ。うぜ。もういい、私が一人で片付けるわよ。あんたね、どいつもこいつも私がいないとダメね。ちょっと無視する気。なんだこの生意気な迷子。変なのが目を覚ますからって高校に連れてきたのはそっちでしょ。ということは今日がレッドマスター。何お前、さっきまで片言だったじゃねえか。最強の男になった感想は。パンツ履けよ。いやこれ肌だから。恨みたきゃ勝手に恨め、このハゲ。はぁ、戻れって何よ。うるせえ、黙れ。はぁ、よかった。脱獄さん、いつの間にここに。標的を破壊しました。違いません。行くぞ。まずは町一番の大富豪ゼニールの家を破壊して本気だと分からせてやる。ボス、その先生っていうのやめてもらえる。お前か、この町を破壊した張本人は。そう、じゃあそうするわ。緊急避難警報です。
入らねえけど、さっきのやつより一回りでけえ。とりあえずぶっ潰す。治りやがったなこの野郎、永久にサンドバッグやってやがる。殴るしかできねえ。知るか、そんなもん隕石に言え。戦いの高揚感は砲弾今夜は卵かけご飯だな。世の中の悪は一向に消える気配はない。出直すってさ、そういう意味だったの。情けないわね。あんたそれでも最強の男なの。殴るぞ。ったく、なんなのよ。無職でオタクで引きこもりるだけの29歳だ。キングでいいんじゃね。窓が開いてたもんで。じゃあこれやろうぜ。なんでいるの。ゲームの中でも一等賞かよ。チビとは何を失礼ね。いや、心当たりはないよ。忘れるぐらいのことだからな。遊びは終わり、ここからが本番だ。あの頭は。おう、バナナここに置いていいか。で、その話。よし、まだ足は動く。どうした。オーバーワークもこのほどしよう。契約が違うと飛び去るわけにもいかんしな。触んなよ。やっているものだ。あとは任せとけ。もういい。私が一人で片付けるわよ。あ、お前は確か。やれるもんならやってみなさいよ、ザコムシ頭。一つ気がかりな点がある。誰だお前。許せない、ガキだな。私はあんたより年上よ。いや、これ肌だから。今襲いかかってきたやつ、それじゃ生き残れねえぞ、吹雪。新聞なら間に合ってます。
体を鍛えるとか関係ないし、気持ちの切り替えで強くなることがあるかもしれない。今の何？なんですぐ逃げなかったのよ。お前 B 級全員にこんな脅しみたいなことやってんの？安心しろよ。どうせすぐ A 級に上がるから。というかそもそもなんでお前 A 級に行かないの？